この間ね、話した通り、東京中のね、ちょっとラーメンをね、全部制覇しようということで、ちょっとね、漠然としたした目標よりも、ちょっとターゲットをね、絞ってね、やった方がいいんじゃないかとね、久しぶりにKツーさんからね、連絡がありましたので、久しぶりに会ってね、ミューティングしたのね。 これ風にしてみようかなっていうのはね、今日からね、始めたいと思います。もしかしたらね、途中でね、資金が尽きてしまうかもしれないですけども、やっぱりさ、テンション上げていかないとさ、何事もさ、ね、続かないじゃない。もうおじさんだからね、起爆剤が欲しいのよ。それなんでね、とりあえず、これをね、ちょっとやってみようかなと。とりあえず、一番最初にね、目をつけたくは、 千代田区のね、ある場所のラーメン屋さんをね、片っ端からね、とりあえず行って、で、後半からね、ちょっと皆様に協力していただきたいんですけども、あ、こういうお店あったよっていう、食べログとかにも載ってないようなラーメンデータベースとかにも載ってないようなね、お店とかもしあったらね、ちょっといろいろ書いていただけたらとね、思いまして。それでね、千代田区のこの場所をターゲットにしました。 それで、このね、まあ、作戦のね、タイトルは、今話題のね、映画、カメラを止めるな。それにね、あやかって、千代田区、秋葉原でお腹を止めるな編、スタートです。今までね、回ったとこは全てリセットして、それでラーメンね、勉強会のね、時から、回ったところをね、全部、カウントしていきまして、 それで全てのね、秋葉原にあるね、ラーメン屋さんを制覇していこうということを、これから始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。前半はね、とりあえずもう、分かるとこから片っ端から行って、後半にね、このお店あるよとかね、皆様に、助けていただくことが多分に合うと思いますので、よろしくお願いいたします。食べログとかではね、50店舗。でも、多分それ以上あると思う。で、 2ヶ月滑ってね、回れれば、まあ目標はね、2ヶ月でね、全部制覇するという目標でやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。この間ね、秋葉原のね、100年本舗、秋葉原総本店というところへ訪れました。看板にね、肉汁中華そばって書いてあるんだけども、 なんかね、店頭の看板見てるとね、レア、メインスイーツ、ダパザチャカメタ。なんやって、え、何このメニュー。すごく気になるんだけど、チョコミントの皆さん、お待たせしました。ラーメンとチョコミントが夢のコラボ。メインスイーツ用の高水麺の 食感とチョコミントのハーモニーをぜひお楽しみください。え、何それ。時間的にギリ始まったばっかり。あ、じゃあこれ頼むじゃんよ。ねえ。デカ盛りメニューもあるじゃん。10キロ最高でね、120分9000円の、なにこれ、ラーメン無料券。 10キロって。<笑>あ、それでね、ここね、なんでもね、レアチャーシューを使ったね、なんかラーメン、なんか上にどんどん乗ってるらしいね。写真もいっぱいそんなのが、飾ってあったんだけど、それでね、鶏出汁がすごく効いてて、トロトロしてるスープがね、すごく美味しいんだって。 でね、醤油とね、塩とね、旨辛とか、いろんなんかね、味の、なんかラーメンがあるんだけど、どれがいいですかって聞いてみたのね。したらね、まず最初は醤油がよろしいんじゃないでしょうかっていうから、ファン君ね、この醤油のやつを頼んでみました。
ファンク、前回の生ハムみたいって言ってみんなからいろいろ叩かれて少し勉強したよ。あとコメントもいろいろ書いてもらってね、教えてもらったから。これ低温調理の薄切りの豚肉でしょ。ファンクずっとさ、なんかちょっと生ハムっぽい、これ大丈夫、生じゃないとかって言っていろいろ言われましたけど、ファンク成長したよ。でね、なんかこれね、麺がね、ちょっちね、バサバサしてるのね。これって、低下水っていうのかな、細麺のね、ちょっと多分低下水だと思うんだけど、なんか麺にね、卵もなんか練り込んでるんだって。ワンコはこれ意外と好き。だってトゥープに馴染むもん。でね、トゥープがね、なんか肉汁っていうなんか看板書いてあったじゃん。だからすごいギトギトしてんのかなと思ったんだけど、結構あっさりしてる。なんかちょっと拍子抜けしちゃった。なんかもうちょっとこってり、なんかギトギトって感じだと思ったんだけど、塩加減もね、まあ結構いい感じなんだけども、ちょっとなんか甘いかな。少しなんか甘みのあるラーメンっていう感じかな。それでね、具はね、メンマとね、もやしとね、あとね、ネギが入ってる。ファンクは結構好きな味なんだけども、ちょっとこの甘みがね、これからさらに甘いの食べるじゃん。大丈夫かしら。それではパクパクタイム、レッツゴー。実はね、もう一つこれも食べたかったんだよね。2種類のザル中華。だってタレがさ、食べるラー油とさ、梅汁よ。で、お店員さん聞いたらさ、あ、すいません、これもう終わっちゃったんですって言うから、あらまあ、ご縁がなかったのね。でね、このね、麺スイーツダブルチョコミント、とりあえず行ってみますか。ファンク、うわい。もうね、運ばれてきた瞬間からミントのね、匂いね、もうガンガン。いや、これ効かせすぎじゃね。すごい匂いプンプンするんだけど。でね、よく見てみるとね、チョコミントの上にチョコレートのなんか変な液体をぶっかけてて、なんかおしゃれになんか縦縞に、それにね、なんか変な木の実みたいなのをね、ぶっかけてる。それにミントの葉っぱと、あと、オレオ。いや、面白い。それと生クリーム。でね、中にね、麺が入ってんだって。で、これはね、加水麺のね、すごくね、ツルツル、シコシコした麺が入ってるっていうんでね、ちょっと探ってみたのね、したら、ぶっといのが入ってんだけど、やたらツルリンコしちゃうのよ。なんかうまくつかめない。いや、本当にね、ツルリンコしちゃうのよ。しかもね、めっちゃね、硬くてね、フォークがぶっ刺さらない。これ、ちょっと食べづらいな。でね、チョコミントがね、この苦くてきつい、この感じさ、多分、チョコミント好きじゃない人は、多分苦手かな。ファンクめっちゃ好きだから、もう、すごく厳しいなんだけど、チョコミント嫌いな人とか、あまり好きじゃない人からすると、この味は多分好きじゃないのかもしれない。苦くてね、もうハッカーっていうのかな、もうツーンとくるのよ。で、甘みも確かにあるんだけども、どちらかといったらね、ミントのね、苦味とそのツーンっていう感じがね、強いよ、すごく。ファンク、ミントすごく好きやねんな。だからこれな、たまんないねんな。一応ね、めっちゃね、硬い湯葉っぽく見えるんだけども、これ一応麺らしいです。硬いんで、これ白玉にチェンジ、いや、なんでもないです。ファンク何も言っておりません。チャレンジ精神はいいと思いますよ。でもね、この麺、ね、食感面白いよ。なんだろう、麺の味した皮を食べてるみたい。カバンとかの皮を食べてるような。
このミントすごく美味しいのに白玉のがいいんじゃないのかな。ちょっとね冒険しすぎたかなという。でもね面白かったこれ。それではここの味の感想は、ズビシ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 だったよ。ここなんかね定期的に期間限定の変なメニュー出すらしいのよ。なんかね大阪のなんかラーメンとかでなんか有名な女の子となんかコラボしたお好み焼き風のなんかあの混ぜそばっていうのもう終わっちゃってたんだけど、なあの数日前になんかねそれ店頭の壁に貼って、あれなんすかって言ったら、お好み焼き風の混ぜそばですって言うから、あ、これ頼みたいんですけどって言ったら、いや、すいません、数日前に終わっちゃったんですって。お店の人かなりいい方で、あ、すいません、本当申し訳ないです。あ、いや、もう、僕が来るの遅かったんで、とか、まあ、いろいろ話してたんですけども。ここまた定期的に面白いの出すらしいんでね。あと、カロリーオフのなんか麺とかもあるらしいよ。なんか、こんにゃく麺みたいな。それもちょっと食べてみたいけど、とりあえずね、秋葉原を、ね、全部ね、制覇しなきゃですよね。それじゃあ今日はここまで。じゃあねー。秋葉原の数々の賞を受賞したあの人気のお店へ訪れました。これはやっぱり受賞するわね。だってさ、美味しくて食べた瞬間に全員ジュワーってなったもん。あ、これファンクのオリジナルですよ。本当ですよ。